まあな、ああ見えてタキコって意外とドジだから。巫女だからに決まってんだろう。それにタキコのそばにはあいつがいる。だからそれでいいんだ。マリコのことは巫女じゃなくったって俺が守る。守ってみせる。ああ、分かってる。分かってるよ。だから。今はこうさせてくれ。マリコがここにいたってことを忘れないために、今この時だけは俺の腕の中にいるってことを確かめさせてくれ。あんまり乗り気じゃねえんだけどな。俺たち二人でなんとかなるかどうか。
そういうな。行くぞ。お前ら、玄武七聖士だな。おい、匠、俺のこと覚えてねえのか。慣れ慣れしく呼ぶな。マリコをさらっていったやつだな。この国に来た時のことを覚えてないのか。この国に来た時のことか。覚えてるさ。俺は教師様に助けられ、お前らを追ってきたんだ。ちっ、やっぱなんかに操られてるぜ。よし、打ち合わせ通りに二人がかりで抑え込むぞ。マリコをもらう。罠ではないが、ちょうどいい時に来ただけだ。お前らの相手、俺だ。Thank you.
騒ぐな。今は儀式の準備で忙しい。殺し損ねた。あともう一歩だったのにな。次に会ったら殺す。脱出？いや、奴らは逃げたんだ。教主様だ。俺たち第五教団の偉大なる指導者だよ。何がおかしい？
マリコ、助けに来てやったぜ。大丈夫か？何かされなかったか？静かに、見張りに気づかれる。なんだこの鍵。鍵穴がねえぞ。どうやってこれ外すんだ。妖術といった類でかけられた鍵といったところだろう。厄介ではあるが、今助け出してやるからな。ちょっと待ってろ。今騒ぎを起こしては俺たちが侵入してきた意味がない。じゃあどうしろって言うんだよ。マリコ、これを。一時的に仮死状態になれる薬だ。最悪の場合これを飲めば。キツ、あんた何考えてんだ。そんなわけわかんねえ薬使って解決すんのかよ。しかしだ、これ以外に何か方法があるか。最悪の場合を想像しての。俺がマリコを守る。タクミも守ってやるよ。そうすれば何も問題ないだろう。富田、そんなことができると思うのか。当然だ、やってやるよ。だから誰かが悲しんだり死んじまったりするような手段なんて使おうとするんじゃねえ。そうだな。お前がそこまで言うのならば、お前の言葉を信じることにしよう。おう、任せとけ。マリコ、俺を信じろよ。無茶はするさ。そうじゃないとお前と匠のこと助けられないだろうしな。富田、そろそろ行くぞ。考えがある。うまくいけば全員助かるだろう。時間がない、急ぐぞ富田。絶対にお前のこと助けに来るからな。何も心配するんじゃねえぞ。
お前、どうやって？ふざけるな、牢に戻れ。今なら見なかったことにしてやる。俺に会うたびに同じようなことを言う。お前は一体俺の何だって言うんだ。本当に元気だね、マリコは。牢屋を逃げ出してこんなところまで来たりして。そんなに苦しめたらかわいそうだよ。教師様を悪くなんてないよ。マリコは知らないから。マリコ、落ち着いて。マリコこそあの玄武の巫女に騙されているんだよ。
牢屋に戻ってゆっくり考えるといいよ。